まあここから少しあの研究のですね、に関連するような話をえっとさせていただきたいと思いますが、特に DDS の中で、今ずっと放出制御に関わるところをお話をしてきましたけれども、標的思考化、要するに薬のターゲット組織にいかに効率よく薬を送達させるか、そういう技術についてお話をしたいなと思いますま。これがイメージですよね。 薬っていうのは血液循環の中をこう流れてぐるぐる回ってるんですけれどもえっと、がん、例えばがん細胞があってがん組織に対して薬を送達したい。じゃあどうするんだということですけれどもその際にえっと、がん細胞の組織に対してなんか特異的に発現しているような受容体があったと。そこにだけ発現しているような受容体があったとしたらそこに結合、この受容体にですね結合するような分子で コートされたこのナノカプセル薬はこのナノカプセルの中に入っているとでそういったものを投与すると薬を効率よくここに運んであげるんじゃないかというようなことができるわけです、まあ、こういったものがいわゆる標的思考化ということの方法の一つということになりますで代表的なものをドラッグ薬を運んでくれる運搬体ですね として知られているのが、このリポソームというものがありますので、それについて、えっと、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますが、もう1964年ということで、もだいぶ昔に開発されたものです。見つかったものですけども、です。で、リポソームというのは何かっていうことですが、まあ、臨死質とかコレステロールといった、いわゆる死質ですけど、それでできた、まあ、人工の二重膜処方です。で、ここに臨死質の構造が書いてあるんですが、 えっと、ここが脂肪酸脂肪酸で、えっと、非常に疎水性が高い疎水性が高いで一方でここに、えっと、グリセリンとかリン酸とかコリンとかこんなのがついててあの極性の高い、えー、酸素とか、えー、リンとかこんなものがあるわけですねだからここが浸水性が高い官濃器ということになります でここに2本、えー、と脂肪酸が伸びてれを、まあ、こういったものを、えー、とリン脂質と言って、まあ、これが代表的なホスワチジルコリンということです。でこれは水の中に分散させるとこういうような構造体を作ることがあります。要するにこの疎水器同士が、えーとえー、向かい合ってこの浸水器の部分が、えー、とお互いに外を向くと。でそれがこんな二重,二重膜を作りながら一つのこう。 膜処方を作るんですねで大きさ的には大体50ナノメーターぐらいから1ミクロンぐらいまでのサイズいろんなものを作ることができるんですけどこんなものです。でこれをえっ、ー、との中にですね薬を包膜、えー、させてあげる包丸させてあげることによってドラッグの薬のキャリアに使ってあげようというような試みがなされております。えっ、ー、と例えばの例でということでお話しすると、えー、ただこれは商法だけですけれども。 この消胞の表面にですね、た、え、ある組織に指向性を持った観能器をつけてあげる。まあ、ここでは糖ですけれども、つけてあげると。すると、えっ、ー、と、これは何も表紙つけてない、えー、この観能器をつけてない分ですけど、で見ますと、血液中に、えー、対流するんですけれども、ここの、え、糖差をつけてあげると、えー、血液からすぐに消えて、 肝臓にどんと集まるようなあの構造物を作ることができると。だから薬を肝臓に効率よく届けてあげることができるわけですね。しかもえっとここに先ほどの筒はえっとガラクトースという筒なんですけれども、マンノースとかフコースとか違う筒があるんですが、こういったもので就職してあげると、実は同じ肝臓には行くんですけれども、肝臓の中での分布が違ってて。 肝臓の主たる細胞である肝実質細胞にはですね、ガラクトースで就職すると、こんな感じの、この糖で収縮すると実質細胞の方に行くんですが、万能スとか不幸スで就職すると、それ以外の細胞のところにですね、集積するようになるということで、えっ、ー、と、行き先を変えてあげるということもできるようになるわけです。で、さらにこれの応用編としてですね、こんな方法もあるんですけれども、この先ほどのリポソームという もの,の中にですね超音波応答性のガスを入れておいてあげてしかもその表面に、えー、DNA を結合させておくわけですね。で DNA のにはある遺伝子が高度されてて、えー、それを細胞内に導入することができればタンパク質が発現してくるというようなものですいあの。足りない遺伝子を補充してあげるとかいうようなこともできるようになるわけです。で これのメリットはどういうところにあるかっていうことなんですけれども、え、まあ、まず、このリポソームという膜症法の中に、に、その、標的細胞指向性を付与しておきます。で、そこに近づいたところで、ここに超音波応答性のガスが入っているんですが、超音波を当ててあげると、このリポソームが破裂して、この表面についている遺伝子っていうか DNA を細胞内に 強制的に送り込んでくれることができるというような仕組みです。まあそういうような、えー、バブ超音波応答性のバブルリポソームというのを開発しまして、えー、これによる遺伝子治療というようなことを、えー、やってます。で、まあこれ、例えばの例ですけども、えっ、ー、と、肝臓に指向性を持たせたリポソーム、超音波応答性のリポソームで、えー、そこにですね、この遺伝子としては、これはあの、ホタルの、えー 発酵しますよね。ホタルのお尻光りますけど、あれルシフェラーゼという酵素があって、そのルシフェラーゼという酵素が、ルシフェリンという気質を分解することによって光を出すんですけれども、そのルシフェラーゼという酵素を肝臓に送り込むんですね。当然、動物はそんな酵素を持ってませんので、ルシフェリンを投与しても光らないんですけれども、遺伝子を強制的に肝臓に発現させてあげると、えっ、ー、と、 発行するというようなことが起こります。実際に、この、えー、とバブルリポソームというのを使って肝臓に遺伝子を導入することができましたというような話です。まあ、こういうことが、あの、することが可能になります。で、実際これは、あの、画像で見た場合ですけれども、こちらは定量的にですね、実際に遺伝子量としてどれくらい発現しているのかというのを調べているんですが、確かにこの、 えー、バブルリポソームというのを使ってあげると効率よくですね、遺伝子を導入してあげる。この緑は、えっと、超音波を照射していない時で、こっちは超音波を照射した時ですけれども、超音波を照射することによって遺伝子発現、導入量をドンと上げてあげることができるというようなあのことです。まあ、こんなことができると。